にちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はですね、前回ゆいちゃん前回ゆいちゃん家で話した時に、練習器具について話してもらったと思うんですけど、今日はその紹介をしていきたいと思います。ゆいちゃん。はい、今回はじゃん。重そう。あ、これはパワーバッグ。あれは多分砂のサンドバッグみたいなって言ってた気がする。あ、そっかそっか。これは今日はちょっとお借りしてきた。なので、ね、これをねどうやって使っていくかゆいちゃんにレッスンしてもらいながら紹介してもらいたいと思います。じゃあ早速お願いします先生。これはボール打つとかじゃなくて、はい、インパクトのこうこの形を作る。この形を作りたい練習だから、はい、で、まあ、インパクトで猫手になっちゃうとこういうスイングになっちゃうとか、あとリリースが早いとかハンドファーストに打てない人とかだとこういう感じでなっちゃう最後。なんだけどそれをこの形になるように練習する。すくい打ちとかそういうのを防止するような感じですかね。打ち終わった後にこの形が取れるようにバン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 打っていくというか当てていく。過去にねリンゴルフでも森ひろさんのレッスンを心ちゃんが受けてたと思うんですけど、その時にねよくこれはね見かけましたね。もう本当に私が小学生の時からあるやつだから昔からある。そうなんだ。へえ。でもいいよねこれね。私稲垣吾郎さんがテレビで紹介してるのを見ました。へえ。結構じゃあみんな多分使ってるんだと思う。使ってるね。これがね、本当に一番分かりやすいと思う。要はインパクトでハンドファースト作ってボール打ってくださいって言われても、こうあじゃあこういうふうに打てばいいのねってなって、それに向かって本当にボール打っちゃうと、絶対に振り遅れちゃうから、なんていうの、その形を意識したままボールを打つ前にこの感覚をね、そうここまで持ってくる。あんまりハンドファーストで打たないとっていう意識しすぎると振り遅れちゃったりするから、振り遅れるとか、まあシャンクみたいになったりとか、ね、こういう感じでインパクトを迎えたりとかしちゃうと、これベースも開いてるし、シャンクみたいになったりとかするから、こういうのをね練習して体感してほしい。体感してほしいですね。ボール打つよりもすごい簡単にハンドファーストを体感できる。あー、ちょっと打ってみてもいいですか？もちろん。バンバンバン。これやったことないんだよね実は。え、マジで？そう。本当初めて。マジ？やってみたかった。じゅんちゃん初体験。おお。なるほどね。そうそう。だからそれさ今。わざとさ、ハンドファーストじゃない感じでちょっと打ってみてくれない？ハンドファーストになっちゃった。なっちゃうね。要はこうハンドファーストにならない人はこういう感じで、そうそうそう、こういう状態でさ、最後終わっちゃうわけじゃん。こうね。そうそうそう。なんかこのまま終わる。そうそうそう。ああ。ボール打ちに行くっていう感覚じゃなくなるからいいかもねこれね。初めて打つ。そうそうそう、いいよ。なんかこうすごい簡単に体感できるというか練習、ハンドファーストの練習になる。結構こう勝ち上げちゃう人とかはいいかもね、この練習はね。よくさこれを打つふりしてシュッてやられてボール打つみたいなやってるよね。あ、マジ？なんか見たことあるのは、これを置くじゃん。いやでも無理か。前からだったらできるけど、どうやってやったんだろう。これでなんかボールも置いてあって、そのままパーンって打つみたいな。あ、そう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 、こうか。これで多分これ打とうとして、おおなってきてたよね。すごい、今できた、今できてた、できてたよね。え、そう、なんかね、こういうの見たことある。これをそう、こうやって打つ感じで、おおいいね。そう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 、こういうやつやってた。いいね。そうするとボール見ない、ボール見ちゃうとこうやってやるじゃん。そうね。だけどそのバックを打ちに行こうとしてボールが当たるみたいなのとなるみたいなような。何かね、何かね。はい、モリモリヒロさんがやってたんじゃないかな。心ちゃんに。はい。ということで、今回はこのパワーバッグ、はい、ゆいちゃんが小学生の時からあるという練習器具なんですけど、ハンドファーストとかね、そうね、なんだろう、こうすくって打っちゃうとかいうのを、まあ、防止したりとかするのにすごいいいと思うので、皆さん、まあ、これ家にはあったらバンバンうるさいかな。そうなの、これの難点は音が大きい。確かにバン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 うるさいけど、まあ軽く。家ではとかね、まあ、練習場に持って行って、まあ、私も片手で持てるぐらいだから、そうだね、皆さんもぜひパワーバッグ試してみてください。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。